おはようございます、こんにちは、こんばんは、純子松です。今日はですね、なんとまたペヤングさんから新しい泣く子もたまるシリーズ、激辛っぽく激辛シリーズが出ました。その名もペヤング焼きそばごく激辛タンタンです。またネジが外れたかと思いますね。いやー、今回はこれに、このタンタンにチャレンジしてみたいと思います。では行ってみましょう。今お湯を捨ててきました。それではですね、このソースを入れていきたいと思います。ドロッドロやん、めちゃくちゃドロドロですね。やばい、これはやばい。それでは混ぜていきます。今回はですね、ただ食べたんじゃ面白くないんで、タイムアタックをしていきたいと思います。秒数はですね、この動画の長さだと思ってください。
です。ロボではなく一人の人間、人がたくさんでも孤独はない。時に我に返る、耐えきれず時に里に帰る、気持ちを変える。今すぐでもパッと越す行動、言ってなくして思い越し起こすと、そこで手に入る時は誰、翼加工を踏み台にしていかず明日、時は回る右にチクタクと共振で、明日生きれなかったとしてもそれはその時の運命だけど、みんなで守りたいのは良き分が、そこに眠る人たちで手を合わせ、はい、今いる人たちと手と手合わせ、未来幸せ、人類が作る家橋がけ、その時が俺が持つ可能性。はい、くれぐれも良い子の皆さんは真似しないようにしてください。それではその前にですね、次回予告っていうあれではないですけど、次はこれにチャレンジしてみたいと思います。日清カップヌードル激辛味噌ですね。辛さレベル5っていうことで、次はこれにチャレンジしたいと思います。それでは良い子の皆さんと良い子の皆さんと、ハゲはくれぐれも真似しないようにしてください。危険ですので。それでは